やっぱそうなるのかっていう、まあ、感じは今のところありますね。まだ第1話しか見てないんであれなんですけど。はい、状態です。今日はちょっと緊急で動画回してるんですけど、4月7日からですね、しがてらが、ドラマ化しました。まあ、稲中とかの、古谷実先生の、漫画ですね、あれの、実写ドラマですね、あれが始まってたんですよね。全く、知らなくて、ツイッターの広告で出てきたんですよね。で、TVerで見れたんで、見ました。金曜日の、夜、12時12分ですね、テレ東でやってるっていうのが、ただの人志とか恨みや本舗とかマジスカ学園とかあの辺のあれがやってた時間帯でやってる、まあ、30分ぐらいの、まあ、ドラマということなんですよね。まあ、僕は、まあ、個人的に、まあ、その古谷実作品では一番好きなやつで、その、まあ、主人公高校生で、まあ、僕がリアルに高校生だった時にやってたっていうのがあって、まあ、すごいこうハマったっていうのはあるんですよね。まあ、その稲中でデビューして、まあ、そこでバッて人気が上がっていって、その僕と一緒とあとグリーンヒル秘密とずっと続いていってるわけですけど、しがてらでやってた流れっていうのはそのまま次以降のその作品でずっとやってるんですよね。まあ、その主人公は本当にダメ人間なんですね。そのダメ人間なんだけど、なぜか可愛かったりすごい美人のですごい性格のいい彼女を手に入れてっていうのと、まあ、それと比例してというか反比例してというか、なんかこう社会の闇みたいな、そういったものになんか巻き込まれていくような、そういった話を、まあ、ずっと書いてるんですよね。その古谷実作品に関しては、まあ、映画化は2回してて、ヒミズとヒメアノールですね。原作の完全再現というよりも、どっちかというと、その監督のなんか色がすごいこう出るというか、映画は映画でまた別のものを作るというか、なんかそういった側面っていうのはあったかなと思いますね。まあ、なので、まあ、しがてらもいつかなんか映画化してほしいなっていうのは、まあ、気持ちとしてはあったんですよね。あったんだけど、まあ、原作がまあ6巻あるっていうことで、まあ、これを映画、1本の2時間ぐらいの映画で収めるのはどうなのかなって、入るのかなとか、いろいろ削って、なんか、おかしなことにならないかなとか、まあ、いろいろ思ってたんですけど、まあ、今回、まあ、ドラマ化という。で、主人公が、大悟小太郎という方で、天気の子の主人公の声をやってた人なんですね。で、まあ、しがてらを、まあ、映像化しましたということで、まあ、第1話を見た、まあ、感想としては、やっぱそうなるのかっていう、まあ、感じは今のところありますね。まだ第1話しか見てないんで、あれなんですけど、まあ、古谷実作品って、まあ、その、稲中、僕と一緒、グリーンヒルで、まあ、正統派じゃないけど、まあ、ギャグ漫画なんですね。ギャグ漫画をやってて、で、ヒミズはまあその映画化してるんですけど、ヒミズはそのギャグをまあほとんど封印した状態で、すごいシリアスな話にしていたっていうことで、まあ、その実写映画にまあ向いてたものだと思うんですけど、で、その次に連載されたそのしがてらっていうのは、まあ、そのギャグ表現だったり、そのグロい表現だったりというのを結構行ったり来たりするんですよね。やっぱりその主人公の荻坊が顔真っ赤にしてうわーってなってるっていう、まあ、そういった表現とかはまあその、まあ、原作にあるわけで、それはやっぱりその実写でやるってなると、やっぱり追いついてない部分っていうのも、まああるかなって思いますね。それは、まあ実写だからしょうがない部分はあるかなと思うんですけど、で、そこに被せてるやっぱその BGM とかが、やっぱどうしてもポップなんですよね。の森の狼とかもまあちょっと電話口で出てきたりとかしてたし、で、オープニングのまあアニメーションというか、あるんですけど、そこで、谷脇が出てきた時に、後ろの原作の、コマがバッて、それぞれのキャラクター出てくるんですけど、谷脇の耳が、切られて血が出てるっていう、あそこのカットが入ったんですよね。だから、それは、まあ、当然、このドラマでもやるから、ちゃんと入れてるんだろうと思うんですよね。だから、そういった、そこまで多分やると思うんですよね。だから、そのドラマ全体の雰囲気を壊しかねないのかなって思うんですよね。シリアスな部分はシリアスで、で、ギャグの部分はすごい、砕けすぎるぐらい砕けてっていうのをやると、それが、一本のドラマの中で実写になった時に両立するのかっていうと、それはちょっとどうなのかなって、難しいんじゃないかなって。まあそんな感じで、まあその作劇的に、どういうふうな演出方法をやっていくのかなっていうことで、まあ今のままいくと、まあ不安ではあるんだけども、まあ原作を知らない人もいるかもしれないので、まあその最初の方は、その結構ラブコメ要素が強くて、でなんか別のドラマが入ってきますよぐらいな感じで見てると思うんですけど、だんだんそのシリアスの割合がどんどん高くなっていくんですよね。だからその、最初の部分だからそういう風にしてるっていう風にしてればまあいいのかもしれないけどっていう、まあ、その窓紛的な感じ、最初の方は結構ポップで
ね、してるんだけど、だけどあのどっかでガラッと変えますよっていうことを、まあ、狙ってるんだとしたら、まあ、ありっちゃありなんだけど、ギャグパートだからそのギャグパートらしくあのやっているのだとするとまずいなっていうところはあるかなっていう。まあ、シガテラってあの最初ね、あのその谷脇と森の狼とか結構大きいやつあったんですけど、で連載の終盤の方ではですね、結構物語のテーマとしては必要だけど、だけどそのドラマでやる上では絶対に必要ではないだろうなっていうようなまあエピソードとかが、まあ南雲さんのあの弁当屋の話とか、あの一人暮らしした時のあの近所のあの俺は胃がんなんだって言ってたっていうあいつとか、まあそれはそのまあ物語のテーマ的にオゲボーがまあその無意識にそういった悪いものを引き寄せてる人間であって、それがその周りのあの大事な人たちにその危害を及ぼしていくっていう意味では、まあ、あの必要なエピソードではあったんだけど、明らかに それまでの あの流れからいきなり感があったかなっていうのは、まあ、あるわけですね。まあ、だからそのシガテラのハイライトの部分だけをこう抽出してドラマ化してワンクールでやるっていう風に、まあ、するのかもしれないなって。原作6巻を全部あの忠実に映像化するとは多分しないんじゃないかなっていう。まあ、まだ1話といえばまだ1話しか見てないので、それでまあその全部語れるわけではないので、という実写だからそのまあバーニング奥義 のところっていうのをやっぱりその実写で表現するっていうのはやっぱ難しいなって、よくやっぱそのテンションが追いついてないなっていう部分はまあもちろんあるかなと思います。まあ、それでその CG で顔真っ赤にしてとかなんかそれをやっちゃうとそうじゃないんだよっていうのがあって、まあその稲中とかだったらいいかもしれないけど、さすがにシガテラはやっぱその後の展開とか考えたらあれやっちゃダメだよっていうまあところはあるわけで、まあ、演出方法ですよね。まあそのまあ、闇がすぐそこにあるから、まあ、BGM をゼロにしてそのオギボー その空回りしてる部分っていうのをただその、まあ、冷静に見るっていう、その深夜帯でその大人が見るって考えたらいいかもしれないけど、だけどそのテレ東の24時12分ぐらいにやってるっていう、まあ、そのただの一つとかやってたっていう、まあ、あの枠でやるドラマであのやりますよってなったら、まあ、このテンションになっちゃうよねっていうのはまあちょっとあるかなと思うんですね。まあ、もうちょっとそのえぐい方にその踏み込んだものを欲しいっていうのは、まあ、もちろんあるんだけど、まあ、どういう感じで落とし込むのかなという感じですね。毎週レビューはするかどうかは分かんないんですけど、多分あの、まあ、節目節目ですると思うんですけど、まあ、もしかしたら最終話で一気にあの総括するかもしれませんということで、まあ、とりあえず、まあ、今期は、とりあえずシガテラはあの追いかけますということであのやっていこうかなと思いました。まあ、他のドラマもですね、あの、まあ、一応、まあ、ある程度、まあ、見てあのこれを追いかけていこうっていうのがあったらですね、まあ、その定期的に動画出したりとかしようかなと思います。ということで、まあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。でこの後僕あの自主制作映画作ってるんですけど、3月15日にラブソングに捧げられた恋人たちネクストチャプターっていうのを、全編無料公開しました。でそれの90秒の予告がこの後流れます。もしお時間ある方や興味がある方はですね、概要欄にリンク貼ってるので、見に行っていただければなと思います。ということで終わります。